ろしくお願いします。いや、ちょっと何やるか何も聞いてないんですけど。たけちゃん。はい。もう僕もあの YouTube チャンネルして、はい、ね、1年ぐらい経つんかな。そうですね。あの、もう登録者数とか視聴者数とか争うのも嫌になったのよ、はい、いや、めちゃくちゃ疲れてるじゃないですか。いやいや、やっぱりこういろんな分析しろとかさ、はい、広告つけるタイミングはこうだみたいな。そうですよ。もうそんななんかセミナーありますけどどうですかみたいなこと言われるんですよ。あ、はい、もうどうでもいいねいや、めちゃくちゃ YouTube に疲れてるじゃないですか。もう好きなことをね、していきたいっていう話じゃないですか、はい、で、まあ正直さ、もうぶっちゃけさ、いつクビになってもおかしくないっていうか、 なんかいつ廃業してもおかしくない状態っていうか、はい、なんでか分からへんけどそれは自分のせいですからね。ドットタンでやりすぎたせいですからね。いや、なんでか分からへんねんけど、はい、なんか最近無視されるいやいや、あの理由は絶対にあのテレビ見たら分かると思うんで。なんかしたかな、俺なんか分からんけど。聞き間違いじゃなかったら、はい、会社潰すって俺そんなん言ってた。言ってました、言ってました。俺そんなん言ってた。言ってました。まあでも嘘は言ってないからな。そうなんですよ。それが一番怖いんですよ。嘘がないから。普段言ってることを言ってるだけだから。だからさ、はい、正直いろいろ俺も考えたのよ。なるほど。でね、やっぱどうやって生きていかなあかんかなと思ったら、はい、やっぱりさ、スポンサーをもう自分で見つけに行く時代なんじゃないかなって思ってるわけ。スポンサーとかタグつけてしまったら、はい、谷町。いや、あいつ多分ギリギリアウトって思うけど。でもね、やっぱりその僕も芸歴も長いし武田も経験あると思うんだけど、はい、その社長って言ったらやっぱり本当気使わなあかんし、はい、なんか大体どっかで会ったら社長にわっと捕まえられて「あらし行くぞ!」とか言われたら、はい、大体飲み会で精神すり減らすけど、はい、こっちから「谷町になってください」っていうシステムやったら好きな人選べるやん。こっちから選んでるんですね。そう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 、はい、でな、あの俺あのアメカジ好きで、まあ、そうですね、今日も結構アメカジファッションですね、はい、でちょうどこの恵比寿に行きつけのアメカジ店というか、はい、あの初対面とかじゃなくてずっと仲良くさせてもらってる、はい、ゼラードっていう、恵比寿にあるゼラードっていうアメカジのね服を売っている店の社長と、まあ、知り合いやから、はい、一か八か谷町になってくれませんかって言ってみるのはありかな。でも失敗したらちょっとそこの服着れないですよ。大丈夫ですか。いや、これがね、一応僕戦略あって、はい、その後藤さんっていうのはジェラードの代表取締役でもあるプラス、はい、元キックボクサーなわけ。元プロキックボクサーやったから。プロの。そう、はい、元プロのキックボクサーやからってことはよ、あの格闘家ってなると血がたぎるわけでしょだから、はい、試合申し込んで、はいね、1ラウンドでなんか耐えたら、はい、谷町になってくださいって言ったら、はい、いやとは余裕はいんよいやちょっと待ってください。格闘チャンネルやりすぎてちょっと考え方バグってきてますよ。そんな甘くないです。この時代はやっぱり腕力でスポンサー谷町を取る時代。いやいやいや、腕力でしょ。いや、腕力じゃない。腕力こそ全て。いやいや、ちょっと撮影させていただいてるんですけど、ね、最近のおすすめとかってやっぱりあるんですか。相変わらずジージャン。ジージャン。ジージャン。これでも売れてますもんね。もう結構もう今着てるのほとんどジェラードっていうか。ありがとうございます。もうジェラード芸人といっても。最高ですね。ジェラード。お父さん、あの谷町になってもらいます。谷町って。僕ちょっと今谷町探してて。はい。どういうこと。でなんかいろいろこう自分の YouTube チャンネルとかしてるんですけど、あ、はいはい、まあ、いろいろこう不安定な時代で不安定な職業なんで谷町いるなって思ってるんですよねでもやっぱり自分のね好きな人やったら、はい、谷町ストレスないなって思ってなんかめちゃくちゃ自分勝手だっ
いや本当ですよ。なんか今聞いてるとただの身勝手みたいな、ただの身勝手で何かをよこせみたいな。ただでも、はい、ただとは言いません。ただとは言わない。元尾さんあれですよね、元プロキックボクサーですよね。はいはい、すごい。そうです。僕と1ラウンド、はい、勝負して、はい、僕が1ラウンド耐え抜いたら、はい、種町になってください。もうまあまあな、いいの？僕のこと僕1回でもダウンさせれたら、はい、もう僕は言いません、二度と。二度と言いません。本当に？はい。結構プロ期間はどれぐらいでしたっけ？10年ぐらいですかね。うわ、でもすっごいしょぼいですよ。1年1試合っていう。いやいや、でもちゃんとやってたんですよね。はい。後藤さん、今も結構練習されてるんですか？最近し始めたんですよ。あと殴りたくて。うわーっとこう。ね、あれ情熱が。うわ、接しやすい谷町って思ってたんだけどな。今でも後藤さんの OK まだもらってないです。あ、でも、どうですか、はい、それをもし耐えれたら、僕ももちろん攻撃しますよ。はい。耐えれたら。まあ、倒すか、耐えれたら。そうですね。僕を倒すか、耐えれたら、ね。そうです。はい。そうです。はい。倒しちゃったら、もう、谷町契約。うわ、怖いなぁ。そうですよ。でも、もちろん後藤さんもバシバシ来てもらっていいんで。いや、めっちゃ緊張してきた。はい。でもそれで、まあ、谷町。はい、ちょっと殺す気でいきます。しっかりと。リスクがありますけど。はい。そう、じゃあ行きましょう。はい。いいですか？はい。いいですね。もちろん。いけた。うわぁ。ここまで、やっぱり言ってみるもんよ。いやいや、結構むちゃくちゃな方法でしたけど。言ってみるもんよ。ということで、はい、1ラウンド耐えれたら、谷町契約。いきます。さあ、ネクストレベルに来ました。はい。渋谷のキックボクシングジムというところでございまして、後藤さんが通われてるんですかね。はい。所属をしているジム。所属をしているジムということでございまして、はい、こちらで、私の谷町をかけてのスパーリング大会という形になります。はい。ルール確認いたします。はい。1ラウンド。うん。僕がもう勝負して、言うたら僕がもうどれだけ打たれようと、はい、1ラウンドそのまま立ってたら僕の勝ちです。はい。ガチンコですね。はい、それを審査してくれるこの方。はい。ちょっと後藤さんからご紹介お願いします。WMC。WMC。WTMF。はい。世界フライ級。フライ。J ガールズ。あと J ガールズ。はい。3冠まだもう一回。3冠。はい。3冠。の、はい、元チャンピオンのチャンピオングレイシャアキさんです。そうね、よろしくお願いします。今日はちょっと審判という形でやっていただくという形になりますので、はいはい、公平な審査をお願いします。任せください。すいません、はい、後藤さんの僕の谷町をかけての勝負始まります。殺します。はい、怪我しないようにします。はい、後藤さんの見栄え悪いよな。いやむちゃくちゃ殴ってたよな。いや俺は全然いけるんですよ。全然ないんですけど、後藤さんのイメージ気にしてます。本当ですか。後藤さん、谷町としてのイメージ悪いですよ。悪いな。ちょっと谷町としてのイメージ悪いよな。いや悪くないですね。本当悪い。後藤さんがもう圧勝でしたけど、いや、ブレイキングダウンみたいな勢いやったから。いや、そういうことじゃないの、これ。3分なんだよ。はい。ああ。俺はいいねんけど、後藤さんが叩かれるなって思った。本当に叩きますこれ。今の。いや、まあでも、ちょっと YouTube は南川さんの方が詳しいんで、もしかしたら。そうかもしれない。叩かれるかもしれません。はい。ちょっとごめんなさい、ルール変えていいですかね。ルール変える。ちょっとルール。え、すいません、はい、いいルールないですかね、なんかちょっといいルールね。じゃあもうはっきり分かるような戦いのルールに変えた方がいいんじゃないですか。はっきり分かる戦い、例えばこんな、はい、例えば、まあ、後藤さんが1回ハイキック蹴ってみるとか、はい、ああなるほど、ハイキックが当たったら負けと、負け、
当たんなかったら、宮川さんの勝ち。おお、さすが。あ、いいですね。そうです。めちゃくちゃいいんじゃないですか。タイミング新たですね。はい。一発？一発で。だから当たり具合でしょ。当たり具合を。そこはもう、緩かったら、ノー。ノーカット。オッケー。クイズバーンって食らったら、しっかりパンっていったら、一歩くらい。ダメージもないし、見栄えも悪くない。そうですね。はい。そうですね。見栄え気にしてるんで。はい。あ、いいでしょ。いいですよ、それでいいですよ。それでいいですか。なんでそんな偉そうなんですか。いや、もうそれでいいよな。それでいいっすよね。じゃあ、お願いします。よし、じゃあそれでもう一回それで、はい、これ3回押す。はい、いきます。よーい、はい、よし。いやいや、すごい良かったですよ。ちゃんとローで頭沈めて最後ハイで綺麗に一撃で。戦い方ではセオリー通り。セオリー通りでしたよね。すごい綺麗だ。まあそれはキックボクシング知ってる人からしたらそうだと思うけど、そうじゃない人からしたらちょっと見栄えあるんですよね。いやいや、泣けないからね。いや、大丈夫です。姉さん、あ、無理。いやもう失敗、失敗です。チャレンジ失敗です。これはもう無理ですって。谷町獲得ならず、谷町チャレンジ失敗です。武藤さん、あの、いつかばちかなんですけど、いつかばちか、はい、あの、負けたんですけど、はい、谷町になってもらえません。あの、あれにしようよ、はい、そしたら、はい、これ洋服屋じゃん、はい、ね、はい、お金じゃなくてさ、谷町って言ったらお金じゃんか、はい、洋服のさ、はい、スポンサー、洋服のスポンサーいいんですか。そうえ、この YouTube チャンネルに衣装提供つくんですか。あ、そう、それそうです。衣装提供、衣装提供、それからいいじゃん。例えば、どっかの番組とか出るときとかに、はい、衣装借りれます。間違いなく無償でね、無償無償無償。どう、この谷町契約ですか。これでいいんですよ。いや、じゃあ最初から言ってくださいよ。いや、別にこれやる人なかったから。やる人なかったから。その代わり、はい、僕の YouTube で、はい、衣装提供。あ、YouTube、それはもちろんもう谷町ですから。谷町の盛り上げ、まあ、僕のブランド、ね、ああ盛り上げてもらう。谷町ですから、はい、谷町付き合いをしますよ。いや、友達付き合いみたいな。谷町付き合いをします、はい、友達みたいな。はい、どうですか。よかったっす。はい。マジで何発入った。結構入ってましたよ、ね、だいぶ行ってました。だいぶ行ってました。だいぶ流れてました。なんかあの、いろんな格闘でやったんですけど、一番重いでしょ。ね、倒されちゃいけないなと。まあでもまあ、でもこれ取れたから、はい、でももうこっち勝ちやから、はい、谷町ゲット。バイトった。谷町ゲットです。でも谷町なんで、はい、もう YouTube、はい、取りに行きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ネクストレベルさん、ありがとうございます。